オープンコースウェアとは、大学や大学院などの高等教育機関で正規に提供された講義とその関連情報をインターネットを通じて無償で公開する活動。2003年9月、アメリカの理工系大学マサチューセッツ工科大学が世界初の大きいサイトを立ち上げ、その後世界中の大学にその活動が広がっている。大きいが始まった当初は、 サイトで公開されているコンテンツといえば、講義で使ったシラバスや講義ノート程度のものが中心であった。しかし近年の通信回線の大容量化に伴い、YouTube などで講義ビデオをそのまま公開するような大学が多数で始めている。また、湯川秀樹のノーベル賞受賞論文など歴史的な資料も公開されている。日本国内では、 日本オープンコースウェアコンソーシアムに加盟している23大学12機関を中心に活動している。キュを容易に構築するためのコンテンツ管理システム、エデュコモンズが、ユタ州立大学持続的公開学習センターにおいて、デビッド・ワイリー教授を中心にオープンソースで開発、公開されており、MIT をはじめ、各大学のキュで利用されている。大阪大学、 大きいチームなどがエデューコモンズの日本語化に積極的に協力している。また、京都大学や国際連合大学はエデューコモンズをカスタマイズしたものを利用している。正会員、巡会員参上会員組織、機関動画配信。ありがとうございます。